キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ優勝するためのキーマン、今日は東北楽天ゴールデンイーグルスです。はい。いろんなとこで順位予想を見てますけれども、まあ、今日3月22日今日現在でも、はい、最下位 80% ぐらいやね。ほとんどの方は最下位にしてますよね。大体もう B クラス、俺が今まで見た感じだよ、はい、これから多分プロ野球ニュースとか行くからまだ違う数字になるかもしれないけど、はい、俺が今まで見た感じで9割 B クラス、まあそうですね、ってなったところで、はい、そこから優勝に行くってことを考えたら、はい、やっぱりハードルは高くなると思うね。まあそうですね、だからまずは野手で言うと、はい、太田光がベストナイン、ベストナイン優勝するためだ。あ、そうかそうか、優勝ですもんね、がベストナイン取れれば優勝してると思う俺。それぐらい行かなきゃいけないよね。オープン戦はね、現時点で調子良そうだからね、いい感じですね。で、浅村が、はい、タイトルです。おー、ホームラン王とか打点、どっちでもいいけども、まあタイトル去年取ってるからな、で、辰巳がベストナイン、はい、おーゴールデングラブじゃなくてベストナイン、ゴールデングラブはもう守備だけだから、はい、やっぱり打撃の貢献もないと優勝には付き合ってないから、まあ、辰巳がベストナイン、はい、で、島内が、お、島内選手やっぱ昨年のね、はい、B クラスに落ちちゃったのは、はい、島内、浅村が前半あんまりだったのが痛かったと思う、はい、島内がタイトル、はい、ね、最多安打でも打率でもホームランでも打点でもいいけども、どこでもいいから、トップ3に入ること、はい、そう、島内選手が去年いつも通りの活躍をしてれば多分普通に2位だったんですよ去年、接点なので最後、で、はい、あとはね、まあ、あんまり小深田がベストナイン、ベストナイン、はい、セカンドで、セカンドでベストナインはワンチャン今まで言った中だと一番ね、浅村のタイトルぐらいチャンスあるんちゃうかっていう、そうですね、今年盗塁王も狙ってるんで、またベストラインだね、はい、それと、村林が、はい、昨年同様に、はい、打率、まあ、3割は言い過ぎだと思うから、まあ、2割7分5厘以上、あ、いいとこですね、でしっかりショートを固定、はい、だから野手はこれぐらいじゃない、だって島内が、ね、タイトルのトップ3にどれか入って、辰巳がベストナイン取って、で小深田ベストナイン取って、で浅村がタイトル取って、で太田光がベストナインやろ、で村林が2割7分5厘、これ優勝いけるし、はい、いやもうめちゃくちゃ打線ハマってますよそれ、はい、でまあそしたら外野2つ決まるから、はい、あとライトにね、誰か調子のいいのが入って、選手とかでファーストに調子体のいいのと DH、はい、ここだけが流動的になるかもしれないけど、ほらこれで、あとピッチャーね、はい、昨年2桁勝利が誰もいなかったけども、まあ、早川が開幕投手ということで、まあ、早川がだからまあエース候補ってことでしょ。そうです、いわばね、じゃあ13だね、13、いや今年は行ってほしい、まあ、でもまだ2桁勝ったことないからね、そう1回も 9が最高かなでもここででもエース、金曜日ってなると相手もエースだから、そうなんだよな、そこでしっかり勝ち切らなきゃいけないっていうところで、はい、このエースところに、いやー、投げ勝っていかないと、ね、投げ勝っていかなきゃいけないから、それで投げ勝って13勝、はい、いければ、これはいい感じのね、そうですね、結果が確かに今までは日曜日とかに投げて8とか9でしたから、また金曜日に投げるって意味合いが違いますよね。そうだね、だからそこでどうなっていくのかっていうね、ところもあるけども、まあそこがやっぱりエースとしてはね、はい、結果残していかなきゃいけないっていうところと、ポンセ、はい、10勝、ポンセ10勝、やっぱこれでポンセターリーの期待感はあるでしょ。ありますよ。でもポンセなかなかその1年通してっていうことが今までないんですよね。そうなの、3勝4勝、そうなんです、でも14勝と10、登板もしないからね、どっかコンディション不良になったりすぐするから、はい、まあ、ノーヒットノーランの、ね、印象はありますけど、で則本が、はい、セーブ王、いやもうそれね、もうそうですよ、松井投手の代わりですから、で、はい、マー君10勝できたら、底上げとしてはちょっと開幕はねちょっとローテーション出遅れるっぽいけども、はい、ここがしっかり盛り上げれれば、はい、やっぱ大きいと思うんだよ、で、コジャ、はい、ルーキー新人王、おお取れれば、はい、でもここまでオープン戦も投げてるしね、まあ、あとは結果がね、はい、
出るかどうかだけどね。いやまあローテ入ってくるんじゃないですかね、うん、小蛇投手。で滝中、はい、復活の10勝復活いや10勝欲しいでしょ滝中は。欲しい、はい、ね、そうですね、うん、オープン戦はいい感じでまあまあ、うんうん、投げてますからね、うん、はい。で内、はい、10勝10勝でもよ、はい、ポンセ、はい、内滝中で30勝、はい、で早川で13って言ってるから、はい、これで4人で43勝なの、はい、でマー君でプラス10ですよね、うん、で53勝で、でも岸投手も10するかもしれないそうなだ63 去年で言うと岸が9勝でポンセが去年は4勝、うん、で13でしょ、はい、マー君が7勝で20でしょ、はい、3人で、はい、で庄司去年5勝、はい、で早川6勝31、はい、5人で、うん、5人で31だもんね、はい、今ので、うん、それはきついよな。だから、まあ、今日ちょっと、まあ、マー君、岸、早川、庄司、内、ポンセ、はい、で、コジャ、じゃあこの7人で50勝できたら、はい、50勝、うん、はい、7人で50勝できたら優勝いけると思う。そうですね、うん、今滝中投手も入ってないですけど、まあ、うん、この7人でいいですかね。人結構いますね。でもそんな投げないからね、はい、だからもう精査しよう。マー君、はい、袴さんがいっぱい言うから、はい、マー君、うん、岸、早川、滝中、ポンセ、庄司、うん、で庄司、この6人で50勝だね、はい、了解しました。この6人で50勝できたら、うん、優勝ラインいくと思う、はい、でプラス則本がセーブ、うん、が、まあ、投手陣では、はい、大きいかな、はい。でも6だって去年5人で30勝だからね、うん、そうですね、うん、でも今こうやって数えてて誰言ったか分かんなくなるってことはやっぱ核になるピッチャーが今いないんですよね。先発がそりゃいないよ。だってこんな言い方してあれだけど、うん、はい、2桁勝ってないけども開幕投手早川なんでしょ、うん、はい、まあ、未知数感はで、しかもその早川が各チームの、うん、要はタイトルを取ったことあるピッチャーと、うん、まあ、小島は取ったことないけどね、はい、まあ、2桁を最低でも勝ったことあるピッチャーと、うん、対峙していかなきゃいけなくて、はい、でそこを落としたときに次藤井内だから、はい、で落とせないよね。落とせない開幕ね、はい、だからそういったところでは、うん、こう早川にかかるチームの成績と比例する形は大きいよね。うん、まあ、期待感は今年あるんでしょうけど、うん、まだまだちょっと未知数な部分がありますよね、うん、だこの6人で50勝だからね、はい、だからまあ誰がローテーションね外れるか外れるか分かんないから、うん、全員で足して50勝できれば、うん、まあ、それができると思ってるからどうかだね。そうですね、うん、まあ、だから優勝するためにはこのぐらい頑張らないといけないよっていう話ですからね。あと本当誰が1年間ローテーションを守り続けるのかが分からないから個別に言いにくいっていうところもあるよね、はい、そうですね、うんうん、であと個別に言っていくと、うん、いやそれ無理やろうっていう数字になってくる数字になるから、はい、だって、まあ、早川と庄司で25って言いづらいやん、うん、ちょっとちょっとまだ分かんない。2人ともそのまだ残したことないから頑張ったらいけるかもってちょっと正直は思いづらいから、うん、そうなったらまあ6人で50勝の方が、はい、まあ、可能性的には現実味あるんで、うん、でもそのぐらいできたら優勝も可能性はある。可能性あるっていう、ね、はい、であとはまあ小蛇が新人を取ったら、はい、それはかなりね、うん、いいアドバンテージになるんで、うん、まあ、そこら辺が優勝に向けてのノルマかな。はい、まあ、打線もハマってね、うん、そうだね。だからどっちかっていうと打線の方がノルマきっちりしてるかもしれないね、個別のね。そうですね、うん、それはまあ、うん、なんでかっていうともう決まってるからね、うん、出る人たちは、はい、だからそこら辺のハードルは組みやすいっていうところあるけど、うん、逆にそこがピシッとねこれとこれとこれって言いづらい、どう組み合わせんだろうっていうところがね、うん、はまるかどうかも楽天の今年1年間の課題かもわかんないね。はい、